ジョン・ターバービル・ニーダム、ジョン・ニーダムは、イギリスの生物学者、カトリックの司祭である。神学校で自然科学を学び、地質学に関する論文を書き、花粉の仕組みを論じたことで、植物学者として認められた。微生物の発生についての実験を行い、微生物が自然発生すると主張したことで知られる。マトンのスープをガラス瓶に入れて、コルクで栓をした後加熱し、冷ました後、数日経ってからスープを調べると、多くの微生物が発生していたことから微生物が自然発生したと主張した。イタリアのラザロ・スパランツァーニが再実験したところ、十分に長い時間をかけて加熱し、コルクを使わず、ガラスの口を溶かして密閉したものからは微生物の発生が認められなかった。ニーダムの実験は、フランス啓蒙哲学者、ドルバック男爵の自然の体系に引用された。しばしばニーダムはアイルランドのイエズス会士であると言われることがあるが、ニーダムの自然発生説に反対するヴォルテールの作った伝説である。1747年にカトリック司祭として初めて王立教会の会員に選ばれた。ありがとうございます。